こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ桜のね、花も開花しまして、なんかね、今年は少しね、遅いっていうかこれがね標準だったのかもしれないんですが、だんだんね早くなってきて、もう卒業式の頃にはね散り始めてるみたいな、そんなね時期がまあ長かったんですけど、今年はなんか入学式に合わせて桜がね咲いてくれて、本当にね、まあ入学これからね、まあ新1年生だったり、まあ新社会人だったりに、ね、なんかお祝いをしているような、そんなねすごいイメージっていうものがありまして、その桜の花っていうのはね、なぜねこう春になるとかってね咲くのかってね、まあそんなね問いがありまして、ちょっとね調べてみたところ、まあ冬のね厳しい時期のね、もう前にはねつぼみっていうものができておりまして、それをね越冬芽っていうね、なんか冬を越すためのね硬いつぼみ、硬いねものに覆われて、それでまあつぼみを守って、それでね春になると一斉にね花を咲かせるっていうようなね、そんなねまあ仕組みっていうものがねあるそうで、まあその辺ね詳しくはねちょっとね調べなかったんですけど、でもねまあもうつぼみっていうのはね、夏にねできている、初夏にねできている、7月頃にねもうねつぼみはできているっていうのはね、ちょっとねびっくりしたねことだったんで、ちょっとねまあ話をしたいなーなんて思ったんですけど、それでねそこからね何につなげるかっていうと、やっぱりねそういった厳しいまあ時期っていうものがあるからこそ、まあ綺麗にね花咲かせるっていうね、そんなねことで、まあ今日の話っていうのは、まあそういったね、まあ辛いね厳しい、まあ人生でもね辛いことがねあるから、そうやってね暖かくなった時にファってね花開いたりねするっていうようなね、そんなことかななんてね、すごくねまあ人生とねちょっと照らし合わせてし、まあ見たっていうことで、ちょっとねそんなねお話のね動画、まあTikTok でねそんなね動画を作ったので、ちょっとねまずはねご覧ください。なぜ桜は春に花を咲かせるのか。4月になりましたね。桜の開花が待ち遠しい今日この頃です。なぜ桜は春に花を咲かせるのか、ご存知ですか。桜は花を咲かせる直前につぼみを作るのではなく、実は桜の花は散ってから数ヶ月後の初夏7月頃にはすでにつぼみを作り始めているそうです。そのつぼみは硬い越冬芽と呼ばれるものに包まれています。葉が落ちた冬になると花のつぼみは休眠状態に入ります。その間成長はせず、一定期間冬の寒さにさらされると花のつぼみは目を覚まします。この現象は休眠打破と呼ばれ、目を覚ましたつぼみは暖かさによって成長し、春になると一斉に美しい花を咲かせるのです。私たちの人生においても、才能や努力が花開くまでには長い時間がかかることがありますね。そして桜のつぼみが極寒の寒さにさらされるように、今真冬のように辛く大変な時期を過ごしている方々にも、暖かさに触れ目覚める時期は必ずやってきます。どんなに辛い状況でも諦めずに、自身の春を心待ちにして地道な努力を続けてください。桜のつぼみが一冬を耐え忍び花開くように、今度はあなたが満開の花を咲かせる番です。はい、どうでしたかね。これね、まあある方がねツイッターでね、あ、ツイッター今 X ですね、 X でねポストしていて、あ、いい話だなって思ったんでね、ちょっとね自分なりにまあリライトして、まあその文章をねちょっとね解釈して、それをねまあ自分なりにちょっとね解釈を変えたりリライトをして、それでねまあまあ AI にね作ってもらったんですけど、でもねまあなんかねすごいね、そのね越冬芽っていうもの、まあTikTok ではね越冬芽みたいな感じでね言ってしまってるんですけど、まあその越冬芽がねっていうのはねこう、まあ夏のね暑い時期にねもうできてしまう、まあなんかね人生こう山あり谷ありでね、山を越えて落ちていく時にね、その越冬芽っていうものを使う。それってね何かっていうと、やっぱりねそういったね準備をする、まあ冬ねこれからねこう、あ、ちょっとね落ちてきたなって思ったらね、もしかしたらそういったことにね備えるみたいなね準備をして、それでねまあ自分がねちょっとねバイオリズム的に悪い時とか、そんな時をね無事ね乗り越えるためにいろいろね準備をして、それでまあ越冬芽っていうものをね作るみたいなね、そんな感じで自分もね何かねこう、あ、今ね
すごくね自分が気分落ちてるなってね感じた時にはもうねそれにね備えるっていうこともねすごいね大事なのかななんてそんなこともね感じました。それでねそれをね乗り越えてこうバイオリズム的にねこう山あり谷ありのねあのそこに来た時もずっとね耐えて、まあ、寒い冬を耐えてそれでねまたねこうちょっとずつ上がっていってまあ途中でね花をパッてね花開くみたいなねそんな感じなね人生ね山あり谷ありってそうなんじゃないかななんてそんな風にねすごく思いました。それでねまあ成功に関してまあ自分がよくね言う人生のね成功はねまあ幸せであることっていうことでね言ったりもねするんですけど成功に関してはなんかねこう成功曲線っていうこうね最初の方ねずっとね低空思考に行ってそれで、ね、ちょっと上がったかなって思ってもねなかなかね上がりきれない。でもある時来るとブレイクするポイントって一気にガーンってね上がるっていうのはそんなことがあるんですけどまあそこのね下のねこう何にも成果が出ない一生懸命ね頑張ってるのに成果も何も出ないって人はねまあそこをねこうちょっとね上がり始めた時にねやめてしまったりまあちょっとね上がる前にも上がるちょっとでもね上がり始める前全然成果出ないやって言ってねやめてしまう自分もねビジネス始めて結構ねその長い何もね成果が出ない時期逆にねどん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 ねマイナスになっていく時期がねすごくね多かった分今ねちょっとね上がり出したっていうのはねそのねまあ辛抱まあ冬長いね冬をね辛抱し続けたまあ越冬が自分はね今越冬が状態でもうすぐね花開くその直前っていうのはねすごくねふすっとね感じているまあ桜の木もねこうだん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 気温がね上がってきてそれでね昼と夜のね長さのそれをね感じ取ってまあもうすぐ春っていうようにね感じ取っているそんなね自分が今ねそんな状況なのかな状態なのかななんてすごくね感じていますのでまあここでねまあ足を止めずにやっぱりねずっと行動をし続けるっていうことがね大事でまあよくねこう成功するためにはねやっぱり何事にもね挑戦したりとかまあいろいろねそういったことをしなければね結局はねまあ何にもならない人生変わらない。だからここ普段からで挑戦し続ける。それで失敗もねたくさんしてっていうようなねそんなことをねこれからもねずっとねまあ続けていっていつかねブレイクするポイントっていうものがね訪れることをねまあこうまあそのね自分の行動からねこう感じていきたいっていうふうに思いました。ただ何もしないでねじっとね冬の間こう待っているだけではなくてまあそういったねまあいろんなねことをねこう体験しながらまあやっぱりね挑戦してそれでね、まあ、成功していきたいっていうふうにねすごくね感じております。まあ人生山あり谷ありってねこう表したんですけど成功に関してはこうね成功曲線みたいなブレイクスルーポイントみたいなそんなものがあるっていうまあその違いもねちょっとねまあ考えなまあこう加味しながらまあこれからもね人生頑張っていきたいなってそんな風にね思いました。はいではね今日の話ちょっとねまとまりがねないまあ桜のねそのね越冬がっていうねまあ桜のつぼみはね実は夏にできているっていうちょっと驚きの事実からで、ね、ちょっと話を膨らませてそれで話をしてみました。はいではね今日の話が良かったなって方はグッドボタンまたはチャンネル登録マナの方はぜひチャンネル登録お願いします。はいでは今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてるありがとうございます。